虫太郎の折り紙チャンネルへようこそ。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。私、虫太郎オリジナル折り紙を解説付きで折ってまいります。今回折るのはこちら。トビです。使用するのは東洋単色折り紙金色 15cm×15cm です。では早速折ってまいります。まず四角に半分に折ります。続いてさらに半分に折って正方形にします。次にこのように1枚を切って開いて三角に潰します。繰り返して反対側も同じように開いて通します。次にこのように1枚を、この三角形のパーツ1枚ですね、このように開いてこのように潰します。この時に繰り返してこの中央の線ですね、ここでしっかりと合わせてください。この線で線が合っていることを確認してください。で次に隣り合ったもう1枚ですね、こちらも同じようにこの時に少しずれたりするので、このページをめくって中央の線に合わせてしっかり真ん中に合わせてください。はい、このような感じですね。反対側はこのような感じで、次にどちらか片方ですね、この状態にしてからこれですね、今潰したやつ、これをこのように開いてこの線を中央に持ってくるように、この線ですねを中央に持ってくるようにこのように折っていきます。
反対側も同じですね。で、そしたら一旦このように下げておきます。で、1枚ページをめくってここでさらに微調整を行ってください。で、次にもう片方のこっちのパーツですね、同じように開いてこのように潰します。反対側も同じように。で、この状態になったら下げます。で、ここでこのように開いてきれいに整えてください。若干の方がもたついているのできれいにしていきます。はい、続いてこの状態まで持ってきます。この2枚ですね、めくってこの状態。次に今この4つのパーツ全部あると思うんですけども、これを、半分に折り目を入れていきます。まずこのパーツからこの線を中央に持ってくるように、このように折ります。これはしっかり中央できっちりと折り目を入れてください。次に一旦開いて、今度はこの上ですね、この線を中央に持ってくるように、このように折ります。しっかり爪で折り線をつけたら開きます。で、次一旦ページをめくってここですね、この左側、これも半分にするんですが、こっち側にもう一枚めくってからやった方が自分はやりやすいです。まあ、もちろんこのままで線をつけてもこっち側に折ってもいいんですけれども、一旦めくった方がここですね、ばらけてる部分が調節しやすいので、自分は1枚めくってこちら側でやります。しっかり半分に折って爪でしっかり押さえて線をつけます。で、開きます。で、この目の部分ですね、同じようにつけて開きます。で、今度こっちのパーツですね、同じようにやっていきます。最後のパーツはこっちまでめくってから行います。
かり折り目を全部につけたら、この折り目を平らにならしておきます。なるべく平らに。次にひっくり返します。で今度この縦の線の一番下とこの頂点、三角の頂点を結ぶようにこのようにできます。はい、今度ここ中ですね、これをしっかりといけるところまで潰してください。次にこのパーツですね、このパーツをこの一番下とここのさっきの点を結ぶようにこのように持ち上げます。ここですね。でまずここら辺を留めておきます。次にこの中ですね、今このように浮いちゃってる状態なので、これをここの部分をこのように潰しながら、中に持っていくんですが、ちょっと説明が難しいんで、ここに線があると思うんですね。この中にこの線、これを中央に持っていくイメージですね。むしゃむしゃにならないように丁寧に。中からも確認して、この線ですね、はい、そしたら今この中央の線、この中央の線に沿って反対側にこのように折ります。ここも根元部分ですね、ここもしっかり見てあげてください。で今できたこの白いパーツ、これをこの真ん中の真ん中に線を入れるイメージで、この下のこの線とこの線をつなぎます。こうですね。でしっかり止めます。反対側、こちら側ですね、同じようにこの点を頂点まで持っていきます。この下の部分は止めていって、ここですね、ここにあるこの線、この線を中央に持っていくようにこのように折ります。たらこの線でこのように折り返します。でこことここを結ぶようにこのように折ります。はい、で続いて今作ったこのパーツですね、これを半分に折っていきます。一旦軽く開いて、こちら側にはもう半分の線がついているので、今度ここですね、この線を中央に持っていくように、このように折ります。でこっちはもう線がついているので自然と折れてこういう形になります。はい、反対側も。はい、こうなりました。で次にさらにこれをまた半分にしていきます。一旦開いて、今度は新たにできたこの線ですね、真ん中の線、この線を中央に持っていくようにこのように折ります。で、重なっちゃって見えないと思うので、目安としてはこの線、外側のこの線をこちら側のこの線に合わせるように
していくと真ん中で合うと思います。はい、ここですね。ここまで来たら一旦このようにここもですね真ん中に線を入れつつこのように止めてください。そしたらこのように開いて今作ったこの線本で折り返します。でもこの状態ですね。そしたらまたこれを半分にしていきます。半分になりましたね。中側だけですけど、こちらの外側はまた後で次にこちら側同じように開いてここでしっかり線を合わせてでここもように半分に折って上に移します。で開いてこの線で折り返します。またこれをさらに半分に折ります。このような状態ですね。中が半分になっています。で次に今度はこの全体ですね。ここもここもこれも全部半分にしていきます。ちょっとこの後の作業が大変だと思いますがついてきてください。まずどちらか片っぽこのように持って一旦結構開いちゃいます。こんな感じで開いちゃいます。で何をするかというと、真ん中から次の線この線この線で山折りにしていくっていう作業があります。でまず、ここら辺ですね一帯をパパッと開いてなるべく平らにしていきます。さっき言った真ん中から1本目のこの線右すぐ右の線で山を作ります。で隣の線は谷になってその次がまた山になります。こうですね。ちょっと難しいですけどやってみてください。次に今折ったこの山の線ここ交わる部分があると思うんですけどもそこまで山に折って今度右に曲がる線が出てきます。下からこのここ一番下だとするとその上に一本この線が入っていると思います。ここでまた山にします。で次ですね先ほど最初につけたこの山の一本飛ばしたその次の山の延長で見ていくとここら辺りからまた今度こちらに伸びる線があるのでそこで山にしていきます。でこの中央部分は谷にしていきます。
これも開いちゃってますが、これは一旦元の通りに戻してください。そうするとこのような状態になりますね。こっちと比べるとここが細くなりました。反対側もここが半分になってます。ではこちら側でもやっていきます。一旦ガバッと開いちゃいます。はい、中央からすぐ隣のこの線と一個飛び越えて、こっちのこの線ですね、山にしていきます。なので一旦平らっぽくしてやりやすくしてからやっていきます。山にすると同時に隣も谷にしていくっていう作業になりますね。また同時にそのすぐ隣も山にして、ここをへこましていきます。で同時にこの下の部分も作っていきます。ここでぐちゃっとならないようにしっかりと線に沿ってやってください。なので最初につけた、線が重要になってきます。この線が曖昧であったりとか、折り目がしっかりついていないと、この作業が、難しくなってしまうので、線の付け方ですね、爪でしっかりつけて平らにならすということをやってみてください。で次にここにちっちゃい三角形があります。これも半分にしていきます。これは、ガイドとなる線がついていないと思う。こっちはついてるんですけれども、こっちにはガイドの線がついていないので、まずその線をつけるところからですね。この線に沿ってこのように曲げていきます。でこの時に結構分厚いのでずれないようにこうやってください。あくまでもこれはしっかりつかなくてもある程度ついてれば作業がしやすくなりますので、このように線をつけてください。ここですね。反対側も同じように、この線がなくてももちろんできますが、あった方が格段とやりやすくなります。断線がつけられたら同じようにならして、今度はここの部分ですね、まだ開きます。結構大掛かりにこのように開いちゃいます。で今つけた線、この中にこの線ですね、今つけた線というふうに覚えていただければ、その線で先ほどと同じように山折りと谷折りで細くしていきます。ちょっと周りにもいろんなパーツがあってすごくやりづらいと思いますが、時間をかけてもこれは丁寧にお願いします。このようにすっきりしましたね。ここの部分が、こちらまだ残ってます。同じようにガバッと開いてしまって、平らにならしてから
きました。おそらく今の部分が一番この折り紙の中でややこしいところかなと思います。はい、では次ですね、今度この部分ですね、これを半分に折ります。その前にこの部分を一旦下げて、軽く下げておきます。でこれをこのパーツもこのパーツも全部いっぺんに半分にします。これだけ残しておいてくださいね、このパーツは。でまずこの点とここの点ですね、を結ぶように半分に折ります。この時パーツが重なっているのでばらけないように、こちらこちらの方がやりやすい、こっちでやります。ばらけないように全体をまとめながら、半分にします。ばらけちゃいました。ここをしっかり押さえて、はい、ここですね、しっかりと爪で線を折ってください。で次にこのパーツを、折っていくんですが、何をするかというと、ここが顔になるんですけど、顔部分をしっかり作っていくので、まずここですね、ここを、交わる部分、ここでこのように一旦開きます。でこのままこのパーツもこのように持ち上げていきます。でこのまま全部この線に沿って折るんではなくて、ここの先っちょですね、7、8ミリのところでしょうか、を意識してこのように残しておきます。でこちら側はこの頂点のところ、ここまで持ってきて、このように折ります。反対側も同じように、バランスが悪いので整えます。はい、そしたらこの今作ったこの三角の部分ですね、これを今、7、8ミリ開けたここを頂点としてこのように開きます。でこちら側は、全部開かずに、この線の内側にこのように入ってくるように、このように折ります。はい、反対側も同じように。
したら、これを今このパーツ、上に出てるパーツをこうめくっていくと何枚かこうやってありますが、それの一番下に入れてしまいます。こちらも同じように。でこれ一旦、パーツの説明をします。先ほど言ったようにここが頭になります。でこれが鼻ですね。でここが尻尾の部分、尾羽の部分で、ひっくり返して足、この2本が足になります。では続けます。次に、この羽の部分、この先っちょですね、これをこのように折ってください。この線に合わせる感じで半分に折ります。でしっかり折り目をつけたら開いて平らにならして、ここをガバッと開きます。で今の線でこのように内側に折っていきます。はい、こちら側も同じですね。続いて先に足をやりましょうか。そしたらこのように持っていただいて上に上げます。でここの線、ここで倒れる部分があると思うんですけども、そこの根元で外側にこのように折ってください。反対側も。一旦このように戻します。こちらはいいか。このように戻します。で、こちら側ですね。この白い部分を中央まで開いて、こちら側ですね。こちら側を、このように一旦開きます。ここ真ん中で開いて、軽く開いておいて、このような状態ですねにしてから、こちら側を開きます。もうちょっとややこしい感じがしますが、丁寧にやっていけば必ずできるのでやってみてください。このように開きます。でさらにまだ残っている部分を開いていきます。ここですね、開いてこれを丁寧に開いていきます。このような感じで、そしたらこれを半分になるようにこのように潰していきます。ただやみくもに潰すんではなくて、しっかり半分になるように中もこのように調整しながら、綺麗な扇形を目指して折ってみてください。ある程度までこういうふうに折れたら、今度こちらですね、まだもたもたしているので、後ろもしっかり元あった線を生かしながら、このように綺麗に折っていってください。
こも、難しいところかもしれません。するとこのように綺麗な扇が生まれます。で、中まだ若干もたついているので少し綺麗にしていきます。作業的にはこの程度のもたつきだったら全く問題はないんですが、なるべく綺麗な方が作業がしやすいので整えていきます。これですね、綺麗に整ってます。ではこちら側ですね、同じようにやっていきます。後ろ側にして中央で一旦このように開いて、そしたらこちら側でもう一回開きます。またさらにもう一段階開きます。ここまで開いたら真ん中で潰すことを意識して形を整えていきます。ある程度扇形になったらひっくり返して反対側をきれいに処理していきます。で、しっかり潰してあげます。そうするとこのようなきれいな扇形が2つできています。で、続いてこれをこの扇のこの端っこの頂点っていうんですかね、ここの部分で開いてちっちゃい正方形を作ります。で、次にこの正方形のこの線ですね、これを中央に持っていくようにこのように折ります。反対側も同じですね。で、一旦軽く開いて今度こっちの線をこのように中央に持っていきます。で、さっきの線とこのように合わせてこのような形を作ります。で、上に潰して反対側も、このような感じにします。次に開いて上の部分ですね、これを半分にしていきます。ある程度線はついているのでそれに沿ってやっていただければと思います。ちょっとここも細かくて線がいっぱいあって難しいと思いますが、こんな感じですね。この半分にして細くしていきます。
この作業はここまでやらなくてもある程度形にはなりますので、端折っちゃっても大丈夫です。ね、こうなりました。で、自分は作業的に上だけを半分にしたんですけれども、同時に下も半分にして細くしていってもいいと思います。で、次にこの部分ですね、下も同時に半分にしていくのもありですが、自分のようにこのように上だけ半分にして、後でこうやって細くしていくのも全然ありだと思います。はい、今作ってるのが爪の部分ですね。ある程度形ができたら爪に見えるようにしっかりと整えていってください。こうなりました。では反対側ですね。まずしっかり四角を作るところから始めます。で、このように半分に折っていって、で、上も半分に折って。指となる部分を作っていきます。これだけでもまあまあこのように形にはなるので、ここで止めておいても大丈夫ですが、これを半分にした方がよりかっこよくなります。こちらでは下も最初から半分にしてやってみようと思います。ただ作業自体はすごく難しくなるので、上だけやって下はある程度残しておいた方がやりやすいかなと思います。こうですね。
遅くなりました。あとはしっかり形を整えてあげてください。このようになりました。次に尻尾の部分ですね。まず、この頂点で合うようにこのように折ります。ひっくり返しますね。で、戻して平らにならして全体を開きます。中に硬いパーツがありますが、それごと開いちゃってください。で、今つけた線で中に折っていきます。この硬いパーツの裏に入れてください。入り切ったところでします。ここですね。このような感じになりました。はい。で、次にこの尻尾の羽の部分、尻尾の羽で尾羽の細かい部分を作っていきます。ちょっとひっくり返します。まずは、どちらからでもいいんですが、このぐらいのところに線を入れます。しっかりと折り目をつけるんですが、もちろん最後までできないので、この辺りですかね、この辺りで途中で止めて、ほんの少し折り返します。 0.3 ミリとか2ミリとか、なんかそのくらいですかね。折り返します。で、反対側も同じですね。ここは何回かやっていくうちにどのくらい折ればいいかっていうのが分かると思います。で、今度は隣ですね。同じような感覚で線を入れていきます。こちら側も親指の爪ですね、使ってやってみてください。で、最後この中央に近い部分ですね、ここにも同じように入れていきます。それなりに見えればいいので、別に今自分は3回持っていますが、2回でもできる方は4回でもいいと思います。はい、このような感じですね。で、ひっくり返してこの部分ですね、このように細くしていきます。強引にやると破れますので、途中で止めるようなイメージで、
ちらの葉も薄くしていきます。この時にこの足の付け根部分ですね、これも一緒に動かせるところは動かしてやっていいと思います。ここですね、あまりやると破けちゃうんで、このような感じで、このようなイメージですね。はい、では続いて羽の部分ですね、こうやっていきます。まず、すぐ隣なんですが、ちょっとだけ開けて、このぐらいのところでしっかり線をつけます。で、さっきのここと同じように折り返します。こちら側にね 0. 何ミリかを開けて、でこの時に下のこの足、さっき作ったせっかく作った足を結構触ることになるので、また後で直します。なので足は最後でもいいかもしれないですね、はい、このように一本線ができました。でこれをここまでやっていきますが、このまま平行にいくのではなくて、ある程度このように放射状と言いますか、こうです、ね、このままではなくてこのような感じで、意識してつけていってください。あまりこの角度は最初からつきすぎると後の方が、できなくなってしまうので、緩やかにお願いします。で作り方ですが、さっきつけたこの線を目安にこのような感じで折ります。でしっかり線をつけてこちら側に戻します。はい、続いて次ですね、あまり角度つけすぎると後々大変なので、緩やかにつけていきます。ちょっと大きかったか。これも、このつける線ですね、数は決まってません。それっぽく見えるようにやっていっていただければと思います。黙々となってしまいますが、丁寧にやっていってください。徐々にこう広がってるのが分かると思います。まだ続きます。
で、このくらいかな。このくらいまで来たら、少しずつ書いていきます。今までこの上からやってたんですが、ちょっと途中ぐらいからにして、トンビの羽の先っちょですね。を表現していきたいと思うので、もう上まで行かずに、ここら辺だけで、行こうと思います。ちょっとこれも難しいかもしれませんね、表現が。ようなイメージですね。ちょっとここも何回か挑戦してやってみてください。一旦これ止めておきます。あとで結構開きます。では同様に反対側もやっていきます。まあ同じ作業なのである程度飛ばしてみていっても大丈夫です。喋らずに黙々と進めていっちゃうと思います。
黙々とやってました。このような感じですね。足が潰れてます。これ最後に直します。はい、そしたら今度羽の部分ですね、これを開きたいんですが、その前に、もう一段階よく見えるように作業したいと思います。何をするかというと、この羽今カクカクカクってなっています。これ伸ばしたらそのカクカクってなっちゃうんですけども、そうならないように羽一枚一枚を丁寧に作っていきます。これはすっ飛ばしてしまってもいいです。ただもう少しね、滑らかに綺麗に見えるようにしたい場合はこだわってやってみてください。何をしているかっていうと、この重なったところですね、段になっているところ、これを少し角を取ってあげているというイメージですね。一旦これまでとおきます。で、もう少し細かくやる場合は反対にして、ここにもね、だんだんになってる部分、これをこちらからもちょっと折ってあげる。時間がある場合ですね、何がしたいかっていうと、ここを少しこうやって折ってあげることによって、より羽に立体が生まれていきます。ただこれはやらなくてもいいと思いますが、丁寧にやると少し見栄えもね、良くなるかなと思います。もちろん細かくてできない部分もあると思うので、できる範囲でいいと思います。一旦これは置いておきます。で、次にこの上ですね、上の方の羽、これも同じように処理をしておきます。さっきと同じことですね、やっていきます。ちょっとここが分厚いのでやりづらいかもしれないので、無理にやらなくてもいいと思います。でちょっと持ち上げて爪で押すだけでも一体の感じが出るので、やってみてください。できるところまでいいですね。で、反対側もやっていきます。最後に開くので、せっかくやった部分が伸びてしまうこともありますが、
も全部開ききれなくて残る部分もあるのでやってみてください。ある程度までできました。で今度このお金のところですね、ここも少しだけ食い込ませてあげたりするとよく見えますが、ちょっと細かすぎますね。ちょっとギザギザになって羽っぽくなりました。で次に、この足が潰れてるのを後にして顔いきますね。ここら辺で一旦曲げてもらって、ここの飛び出たこの部分ですね、これをこのぐらいですかね、ちょっと上に持ち上げるような感じ、まあ、ここを顔を曲げつつ、これをこちら側に折ります。こうですね。このような感じ。で、今度ここら辺ですね。下げつつ、このトンビのかっこいい感じですね。ここか、ごめんなさい、ちょっとこのパーツですね。このパーツを通るの忘れてました。これで折ります。で顔の部分
で、くちばしなんですけれども、今、このように、ただ、細くしてるだけなので、猛禽類のくちばしをイメージしていただいて、曲がり具合とか、なんかいろいろ、やってみていただければと思います。この顔に部分の部分に関しては、まあ、ネットとか図鑑で確認しながらいいように作っていっていただければと思います。こんな感じですかね、はい、でここでちょっとこの潰れた情けない足を修復していきます。飛んでいるところなので爪は丸めてこのように置いていただければと思います。さっき言った通りこの足は羽の作業で崩れてしまうので最後でもいいかもしれません。で次に羽の部分ですね。まず尾羽から。尾羽はそんなに開かないんですが、形を整えていきます。でこの尾羽を作ると同時に、体の部分ですね、少しだけ丸みを帯びるように、今平らなので、少しだけですね、調整していきます。で最後に羽ですね。今この状態を軽く伸ばしていきます。でさっきつけた立体のところもこの時またさらに調整してください。羽一枚一枚ですね。でここの肩の部分ですね、ちょっと太いので反対側に折っていきますが、折り切ることはできないのでこのような感じで破れないように折ってみてください。こちらだけやりました。なんとこっち側もやります。で最後ですね、この翼の先ですね、これを少しばらけさせた方がかっこいいと思うので、ここもさっきのこの処理との延長になりますが、少しこの一枚一枚をしっかり立たせてあげてみてください。
でこちらだけやってみました。ちょっとやっぱ違うと思いますね。こちら側も同じようにやっていきます。このような感じですね。で、全体的に形を整えますと。これが上から見たはずですね。ちょっと変わるな。で、お腹側から見たはず。で、正面。で、横。で、後ろ。このような感じになりました。はい、こちらで完成となります。いかがでしたか。後半のこの羽ね、同じ作業をずっとやっていくのとか、まあ、細かい整え方、これは、難しいというか面倒くさい作業になると思います。あとはこの足ですね。ちょっと最初に作ってしまったんで途中ぐちゃぐちゃになりましたが、これ最後に作ってもらうといいと思います。でやっぱり一番難しいのは、この胴体部分ですかね、胴体とか尻尾部分を半分にしていく作業、折り目をしっかりつけて、それをまた開いて半分にしていく、まあ、これの作業ですね。ここが難しいのと、あと足の、扇形を作る作業、そこからちっちゃい正方形を作って足を作っていく、それがちょっと難しいかなと思います。ただまあ作りは比較的シンプルな方だと思いますので、何回か、挑戦してみてください。でこの羽の細かい部分ですね、最初はそこまで装飾しなくていいと思うのですが、慣れてきたら一枚一枚にちょっと、気を使っていただいて作っていただけるといいかなと思います。ちょっとまだ今説明の部分ではなかなか、自分も できてはいないんですが、しっかり作っていただければと思います。あとはこういう、飛んでる形ですね、ネットとかで、たくさん出てると思いますので、それを参考にしながら、最終的な形を作っていってみてください。はい、では以上になります。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。